な豆まき式の開会に先立ち、被災地を代表して本日ご参加いただいております岩手県陸前高田市鳥羽太市長から、一言ご挨拶をいただきます。鳥羽市長よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました岩手県陸前高田市長の鳥羽太市でございます。あの東日本大震災からこの3月で丸5年となります。被災地はまだまだ厳しい状況でありますが、新勝寺様に震災に勝つということで大勝ち守りをいただいてこれまで頑張ってまいりました。まだまだ復興には皆様方の応援が必要でございます。どうか皆様の記憶から東日本大震災を風化させないように、これからもご支援を賜りますように心からお願いを申し上げます。皆様方のこれまでの被災地に対するご支援に対しまして心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。私どもも被災地を忘れないの気持ちを共にいたしまして、一日も早い復興をお祈り申し上げます。それでは大東市と年男の皆様は記念撮影を行います。よろしくお願いいたします。はい、それでは参ります。こんにちは、高岡千葉狩り、藤岡です。手前、はい、2枚もあります。ただいま、大同士を囲んでの記念撮影が取り行われております。寂しいです。寂しいです。はい、はい、以上をもちまして記念撮影を終了しますが、年男の皆様は動かずその場でお待ちください。まずはじめに大同士がご本堂へ入道されますので、年男の皆様は係のご案内に従いまして順にご浄土を願います。